こんにちは、きのままです。今日は5月8日です。はい、これは小判草、こっちが小判草で、こっちが小さい方が姫小判草です。ちょうどね、同じ場所に生えてたので一緒に、はい、面白い形ですよね。どちらもヨーロッパ原産で、観賞用として日本に入ってきたんですけれども、このようにたくさん自生するようになったんですね。初めて私見つけたのは2年ぐらい前だったんですけれども、知ってみるとね、そこら中に、はい、ありますね。小判草はこのように小判に形が似ているので、そのような名前になったんですね。イネ科の植物で、小さい穂って書いて小穂って読むんですけれども、緑の小穂がこうして春から初夏について、夏の終わり頃にはね、黄金色に変化して、まさしく小判のようになるんですね。はい、俵麦っていう別名もあります。俵の、ね、ようにも見えますね。はい、で姫小判草は小判草よりこう、ね、だいぶ小さくて、小穂が逆三角形のような形なので、見分けは簡単だと思いますけれども、姫っていうのは小さいっていう意味で植物の名前によく使われますね。はい、振ると小さい音が鳴るので、鈴ヶ谷っていう別名もあるっていうことです。なるのかな、ちょっと分からなかったですけれども、はい、そこからですね、私の心の声を聞いてっていう花言葉がついたそうです。はい、小判草も姫小判草もドライフラワーの素材としても人気がありますね。ね、小判っていう名前がね、縁起も良さそうですしね。はい、このようにこの動画では、私が気になった植物やその植物についてのちょっと面白いなって思った話があれば紹介してますので、よかったらいいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。今日はありがとうございました。